おさきんプライム雑談。はい、というわけでね、何が始まりましたかと言いますと、この YouTube ラジオはですね、役者保坂直樹さんと私、いろんな作家をやっておりますから、私の2人で Amazon プライム、プライムビデオの中から毎週1作品をピックアップし、その作品について、映画についてね、あらだこうだ言っていこうではないかということでございますよ。というわけで、2週間ぶりですかね。すいません、お任せしてて、すいません。いえいえ、先週はね、俺がここ数ヶ月間ずっと思ってたとんでも理論をちょっとぶち上げてみましたけどね。はい、やっと披露できた。やっと披露できた。デトックスですね。森安ジャパンはエヴァンゲリオンであるっていうね。すごいな。俺も後から追いかけてみますよ。はい、いやいや、まあそんな中ですけどもね、まあ、うん、まあとりあえずこう時事ネタというか、はい、まあワイドショーベースみたいな話なんだあれですけどもね。はい、というかね、まあ、これはくんくんと、あとはこの間ね、オフ会みたいなのに来ていただいた人だとか、うん、はいはいはい、僕と喋ったことある一部の人らは知ってますけど、まあ、実は、今ワイドショーで、ここ何週間か前からかな、まあ、ワイドナショーとかでも取り上げられてるような話題の渦中の人は実は僕なんやけどね。それはもう広げらんないからやめましょう。タイムリーやったなと思いましたよ。何の話かは言わないですけど、うん、言えないあれね、実はね、僕なんです。すごいな、渦中の人や。マジで僕なんですけどね、まあ、今のところガーシーチャンネルにも、うん、これこれチャンネルにも垂れ込みはしておりませんけども。だからここで発表じゃないですか、やるとしたら。ここで発表するか。ややこしい、ややこしそうや。うん、いやで、なんか俺ダサいやん。うん、自分の言うのダサいよね。言われたいですよね、やっぱりね。まあまあまあ、悪いことじゃないですか、うん、別に金川さん悪いことしたわけじゃない。悪いことしたわけじゃないです、ね。うんうん、いや、まあまあ、そんな、あ、見ましたか、伝説の一日、うん、ダウンタウン31年ぶり NGK 漫才。あれね、僕見れなかったんですよ、配信もちょっと、うん、間に合わず、ちょっと忙しくて見れず。俺なんかね、それやるのは知ってて、まあ、NGK のチケットとかも、はい、申し込んでなかったけど、うんうん、だからたまたま家にいてん、その日。はいはいはい。で、あ、そういえばと思って、ツイッターでこう話題になったから、ダウンタウンがホットワードみたいな。うんうん、で、こうネットで調べてみたら、なんとね、あの日、投資チケット、1日チケット、はい、オンラインチケットが2400円やってん。はい、え、安っ。2400円でダウンタウンの漫才は買うやろ。うんうん、あれでも漫才やるっていうのは別に発表されてなかったんですよね。うん。別に、まあ、出演するのは発表されてて、僕もそれ見てたんですけど、うん、わ、ダウンタウンどんな形で出んのかなって思ってたら、漫才したんですよね、そうそうそう、マイクの前で。それがね、ツイッターで漫才してるでってな、うん、いうのを見て、いや、そら、なんぼやと。すごいなと思って。でもすぐ見ましてね。はい。あのね、どうだったんですか、ちょっと、まあ、見てない方もいると思うんですけど、まあ、うん、ネット記事とかにもね、いろいろ書いてあると思うんですけどね、うんうん、あのね、普通に漫才やったら、うんうん、ガキツカのフリートークとはまたちょっと違う、うん、でね、当然その技術とか精度とか発想とかはこう何も錆びず、むしろ すごくなった上で、はい、あのね、途中からね、松本人志さんがね、汗だくになってくる。うん、まあ、舞台の照明とかの関係もあると思う。はいはいはい。このレベルが汗だくで漫才してるってことにすごい感動してきて、途中から。わかる。うん。で、ちょっとこう、格の違いというか。はい。こう、なんて言ったらいいんかね。うん。ハンター×ハンターの最新刊出たぐらいの、なんていう、うん、衝撃っていう。うん、うん、もう見れへんと思ってたあれが出てきたみたいな感じ、うん、かなり衝撃受けましたよ。ちょっと違う気がするんだけどな。なんだろうな。すごいですけどね、ハンターハンターもまあ休んでますけど、うん、それこそ伝説の一日じゃないですか、うん、ダウンタウンが漫才で、2人もやっぱり漫才っていうものをやっぱり自分たちのこう土台というかベースというか、うん、一番大事にしてる人たちだから、
ちゃんと漫才するぞってやった時に、うん、まあ、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、もうレジェンドが、うん、そうよね、うん、なんかある意味久しぶりでブランクがあってこう錆びてたりしたら恥ずかしいっていうのはあると思うんですけど、うんうん、そこを汗だくになって本気で100やるっていうのは、うん、やっぱりプライド感じますもんね。そしてその現役の誰よりおもろいかったもん。そうだから僕まだあの記事感想、うん、記者さんが書いた記事を読んだんですけど、うん、なぜダウンタウンの漫才が泣けたのかっていう記事を読んだ時にすごいちょっと記事だけでも感動したんですけど、うん、やっぱりなんすかね、あのネタとしてもやっぱ漫才としても面白い、うん、上にいやちょっとコンビやみたいなのを感じさせた、ね、あ内容は金川さん見たから分かると思うんですけど、うん、あの記事で言うと松、まあ、これネットニュースにもなってるんですけど、うん、松本さんのお父さんが亡くなった時に浜田さんがネタで入れたと、はいはいはい、それでねその記者さんの感想で言ってたのは、うん、やっぱり長年コンビやってて不仲の時代もあったりしながらも、うん、やっぱりもう面と向かって何かお互いのことに感謝を伝えるなんてことはできないと、うん、ただその漫才の中でネタとして浜田さんを松本さんがいじるっていう言ったのは、うん、あれはもう松本さんまっちゃんなりの浜田に対するありがとうなんじゃないかと、照れくさくて言えないから、うん、それを漫才の中でいじったんじゃないかっていうのを見たときに、あ、なんかすげえ俺グッときちゃったよ。ああ、なるほどね、うん。俺はでもね、そこはそんな思わんかって。てか、まあ、そういうふうに思わんかって。うんうん。これ漫才とコントの定義の違いって言ったら、はい。まあ、本人か役になってるかっていうのが、まあ、結構大前提として大きいやん。うんうんうん。で、まあ、ダウンタウンって当然その本人同士、松本人志と浜田雅俊で始まってるやんか。はい。で、まあ、フリートークの時とも、まあ、個人、同士で喋るやん、個人同士っていうか、うん、はいはいはい、はい、で昔の漫才とか見たらやっぱりこの蓄積された、あのずっと一緒におるからさ2人で、うん、なんだかんだで、うん、小学校ぐらいの時からのこう記憶の蓄積があるやん、はい、そっから面白いものをピックアップして、まあ、2人で作り上げていく感じやんか、うん、はい、だから31年ぶりの漫才やからな、2人だけの記憶ってもうないと思うね。あったとしてテレビ局の収録中とか、うんうんうん、うん、二人で食事行くとかないやんか。はいはい。だから、ほぼ唯一あったんが、その、まっちゃんのお父さんに線香あげに来たエピソードぐらいやったんかなと思って。なるほどね。はい。だから、こう、漫才として成立さすために、そこを、うんうん。入れざるを得ないとまで言わんけど、はい。そこを入れたかったんかなと。入れることによって完全に、この、二人の記憶の会話で成り立つ漫才が完成するから。はいはい、なるほどね。はいはい。それ以外はね、まあ、ボケのパターンは、その昔のガキ使トークの雰囲気やねん、言うても、はいはい、うん。うんうんうん。でも、その一個のエピソード入れることによって、ぎゅっと全体が漫才に変わっていくって感じかね。すげえな、うん。だから、その、俺の思う松本人志像で、そうあってほしいみたいな。はいはい。は、そのありがとうとか感動とかは入れてないっていう方が、俺は。あ、はい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 、まあそんなのは邪推というか、うん、こっちが勝手にね、ロジカルに漫才やからこれを入れないと、うんうん、完成せんへんかったみたいなところはある、ね、うん、はい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 、まあでもやっぱすごいわ、すごいこのなんていうかね、うん、し、なんていうのし、リスペクト感というか、はいはい、お笑いに対しての、うん、もうね、なかなかそういうのも、まあ俺らのんで言ったら誰、まあ分からんけど、うん、矢沢さんとか、うん、あ、まあ、坂本龍一さんとか、まあ、はい、結構ピンが多いよな、うん、というかでもずっとやってはるもんな、ビーズにしたって。そうですね、だあるとしたらもうボーイ再結成ぐらいの感じ。ああ、まあ別れてたわけじゃないけど、だろうな。そうですね、うん、まあ、やっぱり漫才ってみんなしなくなるっていう風潮っていうかを感じてるし、うん、ひな壇とか、まあ、テレビ MC とかね、うん、MC とかをみんなになって、それが売れたみたいになってくると、うん、なかなかセンターマイクの前で漫才ってしなくなりますもんね、うん、どうしても
あれだから生で見に行けた人は俺いいやね。いや、すごいな。まあだからこうなんていうの、最近はもうテレビとかもそうやけど、こうお笑い界はこうコンビが仲良くて、うんうん、当然で、昔は仲悪い方がかっこよかったけど、はいはい、ほんでこう、まあ、一応クズ芸人みたいなのもいるけど、そのお姉ちゃん遊び系の武勇伝も受けへんし、うんうん、ちょっと清廉潔白気味、うんうん、のストラの方が受け入れやすいから、まあ、芸人さんも、はい、まあ、ダウンタウンにしたってそうなっていってんか、時代に合わせてというか、うん、はい、うん、そんな中ですよ。な中、あの、あなたに聞きたいでございます。はい、どうなってるんですか映画業界。本当にね、あの、これ先週前回もねちょっと話してると思いますけど、あの